はい、皆さんこんにちは、ギター歴40年ギブソン大好きおじさん北村雅彦です。いつも見ていただいてありがとうございます。さあ、左利きのギター、左利き用のギターに挑戦するレフティギター3ヶ月チャレンジ、2曲目の課題曲に、今週から突入しました。2曲目の課題曲は、福山雅治さんの桜坂、いい曲ですね。君よずっと幸せにっていう、あのボーカルがね、まあ、こう、あのあまりこうハイトーンになりすぎないボーカルがね、かっこいいんですよね、福山さんね。まあ、あのボーカルはともかくギターの方をね、しっかり練習していかなきゃということで、今週から早速練習始めてるんですけれども、で、1回目、このシリーズの、レフティチャレンジシリーズの1回目の時にもお話しした通り、この曲のセレクションはですね、YouTube の中で、初心者向けのギター講座などを展開していらっしゃいます、滝沢和成さんという方のですね、アコギ初心者はこれ弾けシリーズというものがありまして、まあ、下にリンク貼っておきますけれども、そこで、セレクトされている初心者向けの曲の中からこう1曲目2曲目ということで、ピックアップしているんですね。で、その2曲目に、この入ってきているのが福山さんの桜坂なんですけれども、実はそちらの解説の方でもですね、なぜこの桜坂がいいかと、2曲目として初心者の方におすすめするかという理由としてですね、1曲目にまず中島みゆきさんの糸を練習したわけですけれども、コード進行、出てくるコードがほとんど一緒だと。で、ストロークも、まあ、この福山さんの曲もそんなに、アップテンポというわけでもない。なのでコードも、ストロークも中島みゆきさんの意図ができた人ならもうほとんどできると。この桜坂もね、もうほとんどできるということをおっしゃっておりまして、で、まあ、僕自身も実際コード進行とか見て、あ、これはもう楽勝やろと、もう3日もあればできるんちゃうかもしかしてと、思って、取り組み始めたわけなんですよ。ところがやっぱりね、なんていうのかな、こう頭で考えるというか、やっぱり40年ギターを弾いた人間の感覚で考えちゃうんですね。とか、左レフティのギターになりますと、これは本当正真正銘初心者でございまして、しかも右利きの人間がレフティをやってるという、もう初心者よりもさらに下手くそなところからやってるわけでございまして、思いのほかこれ難しいなということで、またこう全くこうできないというところから地道な練習を始めているところでございます。まあ、そのあたりの様子をですね、見ていただきたいと思いますので、どうぞご覧ください。できなくなるもんやね。君よずっと幸せに風にそっと歌うよ、愛は今も愛のままで、夢の暗闇
してるという感じがにじみ出ていたと思うんですけれども、ちょっと何が難しいのかと、中島みゆきさんの糸1曲目と比べてね、何が難しくなってるのかということをね、ちょっと改めてこう、説明しておきたいと思うんですけれども、まあ、これ、どちらもですね、中島みゆきさんの糸も、それから福山さんの桜坂もどちらもキーはで、あ、ごめんなさい、キーは G で、 G のキーで出てくるフォークソングの、パターン、よく出てくるコードというのはまあ大体似ておりまして、 G ですよね、そして C ですよね、でそれから E マイナー、 A マイナー、 B マイナー、まあ B マイナーこれちょっとあの単純化した押さえ方ですけれども、まあ大体こんなようなコードなんですね。でまあキーが G ですから、大体スタートは G から始まるんですけれども、この G のコード、例えば C というコードに移るときには、この上の2本はそのまんまピョンと弦1本分スライドさせて、そこに人差し指だけ足せば C になるわけです。また戻れば G になると、それでそこに小指を足せば G になるということで、例えば G から C というコードはこれ非常に移りやすいんですね。で C から例えば Am に行くとしたら、今度この薬指をここに持ってくれば C からここを薬指外してこう持ってくれば Am になると、まあ、こんな形で他まあ、 あの以下省略しますけれども、比較的こう指のこう連動性といいますかね、G のキーで出てくるコードというのは比較的連動したコードチェンジがやりやすいのです。ただ一つ例外がありまして、全く違うところにいきなり飛ばなきゃいけないコードというのがありまして、それがこの D のコードなんですね。 G から D、 これまあ僕はまあ右利きやる分にはこうシャッといっちゃいますけれども、指一箇所も重なってないんですね。全然違うところに行かなきゃいけない。で、コードの順番がですね、出てくるコードは、糸と桜坂似たようなコードが出てくるんですけれども、順番が違うんです。糸では G の後 C に行って G に戻って E マイナーに行って B マイナーに行って A マイナーに行ってという感じで大体つながってるんです。ところが桜坂では G の後 D にで Em でまた D というような形で、この D がこう間に入っていることによってコード進行が難しくなるんですね。でそれが難しいということをに気がつかなかったわけですよね。40年やっている人間の頭で考えるときには G から D に移るのと G から C に移るのとで難しさがこんなに違うということに気がついてなかったんですけれども、うん、初心者のレフティーになってみるとこれが難しいのかということで、今そこで苦労していると。ですからまあこう D のコードがパッとそこに指がね、この D の D の形の指がこうどっからでもパッとこの形に押さえられるようになれば、今よりもずっとスムーズに弾けるようになるはずなんですけれども、それが今のところなんかこう D と押さえたつもりでなんかこんな風になったりとかこんな風になったりとか、
こんな風になってるとか、なんかずれちゃってるわけですね。どっかの指がずれちゃってなかなか D にピタッと入らないっていうところで、苦労していると、そんな感じなんですけれども、さあこのあたりがですね、状況がこれからどうなっていくのか、もう練習ポイントははっきりしましたので、ここをクリアすればいいというポイントははっきりしましたので、もうそこを練習していくということで、これから進めていきたいと思いますので、さあどうなっていくんでしょうか、ますますお楽しみに見ていただきたいと思います。それでは今日もありがとうございました。さよなら。